再審で無罪判決を受けた袴田巌さんに密着した映画の舞台挨拶が昨日静岡市で行われました。舞台挨拶には葛西監督が登壇し、体調不良で出席できなかった巌さんの姉秀子さんのメッセージを流しました。48年の苦労というものがね、報われて、やっぱり、ね、無罪確定というか死刑囚でいなくなったってことね、それが一番ね大きい。私にはまたお目にかかれる機会もあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。映画剣と祈りは巌さんと秀子さんの姿を22年にわたって追ったドキュメンタリーで、葛西監督は司法との戦いを続ける2人の生活や対話から袴田さんの世界を感じてほしいと話していました。映画は静岡市の静岡シネギャラリーで28日まで公開されています。